こんにちは。えっ、ー、と、今日はセンターシ CLR ーの、えー、ビデオ、えー、第19回目をやりたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、かなり久々なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ちょっと一つネタができたので、あの、紹介していきたいかなと思っています。でですね、えっ、ー、と、今日のネタは、えっ、ー、と、このタイトルの通り、えー ダイナメイドミニ PC。あの、いわゆる中華 PC ですね。あの、ミニ PC ってなんかちっちゃいあの PC なんですけど、あの、中華圏の方で、まあ、後で紹介しますけど、えっ、ー、と、まあ、EC モールとかであの結構売ってる。で、えっ、ー、と、アマゾンドットコム、まあ、c o g p ですね。そっちの方でも、あの、結構ポツポツと出てきているので、 なんかそのあたり、まあ、どんなものなのかとか、あの、つぶさに調べてる方とか、興味あるかなでもちょっと手出しにくいみたいなのあると思うんで、今回は、ま、その紹介をちょっとしていきたいかなと思います。で、えー、っとですね、えー、一応自己紹介は、まあ、いつも通り <laughs>、こんな感じです。あの、特に変わってはいないですね。まあ、今ちょっと、あのー、 えと指示でいろいろとあの,とあの忙しくてですね、あのコミュニティ活動とかあの、基本的にあの月1にやっているあのトライ開発というやつだけで、あんまりなんかこう、あの昔やってたような勉強会とか、まああのウィルサービーもあったおかげで、ちょっと停滞しちゃってるような感じなんですけれども、まあ来年春ぐらいですかね。<laughs> ちょっとあのは あの手が空いて、そういう活動も再びできるようになるんじゃないかなと思ってるんで、またその時にはよろしくお願いします。えっと、近日では、あの、おそらく今年もドットネットコンフがあるはずですね。あの、本当は、センター CLR としても、あの、それにぶつけてくる、あのこう、ぶつけるイベントをあの企画したりしてたと思うんですけど、ちょっとね、いろいろ <laughs>、いろいろあって、なかなか、あの、やれなくてですね。 まあ、ちょっと今回、あの、今年は、ちょっと、あの、見送ろうかな、っていうふうに思っています。えっと、今日のアジェンダは、まあ、こんな感じですね。えっと、中華製 PC の掘り下げ。まあ、そもそも何ですかと、それは。市販の PC と、まあ、どんなところがどう違う。それから、どこで、まあ、どんな、どうやって買うことができるのか。で、まあ、最大の、あの、えー、ポイントとしての、その、利点とか欠点みたいなものを、 あと、えっ、ー、と、下に、あの、ある通り、買ってみたその1、その2。まあ、実は、あの、あの僕すでに、えっ、ー、と、何なだろうな、もうすでに5台ぐらい、あの、買ってるんですけど、あの、これ今回の分も合わせてなんですけど、まあ、それで、えっ、ー、と、まあ、今回せっかく2台買ったんで、えっ、ー、と、これの中身の紹介をしながら、まあ、実際に動かしてみて、 であの、どんな感じなのか、あの多分 PC の組み立ての,あのビデオとかね、YouTube にいっぱいあると思うんですけども、中華製 PC ではどんな感じなのかなっていうのをちょっと紹介しようかなと思ってます。ひょっとしたらあの YouTube の,その検索ワードで、 あの普通にあのこう PC 組み立ててみたみたいな感じの,の YouTuber の方が配信しているものと同じような感じであの私のこの配信に引っかかった人もいるかもしれないですけどもえとこのセンターシルラードのビデオとしてはですねあのソフトウェア開発にフォーカスしているっていうことがあるんでまあちょっと何というかあのこう淡々と <laughs> <laughs> あまり盛り上がりとかないかもしれないですけども、あの、淡々とその技術的な話を中心に紹介していけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、あ、えー、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、お約束なんですけれども、えー、まあ、注意点として、あの、自分で頑張れる人向けですと。で、えっ、ー、と、まあ、これから説明しますけど、ちょっと、 英語がちょっといるかなっていう感じはします。まあ、その辺が、あの、まあ、極端な話、あの、例えば Google 翻訳とか駆使して、まあ、頑張るっていうのも、まあ、それもありかなとは思います。あの、ひどく面倒なことになった場合、僕はそういうことも、まあ、ちょっとあったんですけど、まあ、そういう時でも、まあ、いわゆる、何ていうんですかね、交渉とか、まあ、そういうようなこと、まあ、 あのその大げさなものことではないですけども、そういうようなことがまあ必要になる場合もあります。まあ、あの、今からあの話をしていくので、まあ、それ聞いてもらえれば、大体こんな感じなのかなっていうのが、あの、分かってもらえるかなというふうに思っています。で、まあ、あと、えっ、ー、と、えー、この配信のまあ最後に、あの、サマリーってことで、あの、ポイントとしてはね、いくつもあるんですけど、それちょっとまとめたので、それをまあ、あの、 最後に改めて、あの、えー、どんなところがあのポイントになるかみたいなことをあの説明してあの終わりになると思います。ので、えっと、最後までよろしくお願いします。で、実際のツなんですけど、えっと、これですね、あの、これ見えてないか、こ,こかなここ、こんな感じで、えー、昨日、えっ、ー、と、ツがやってきましてですね、えー こんな、こんな感じで、あの、二つ箱が入ってますね。あの、すいません。こっち側をこうやって首見てるのは、ここにあの <laughs>、モニターがあるから、ちょっと見ながら確認して、確認者がやってるんですけど、すいじゃあ、ちょっとこれを出していきます。まずですね、あのー、中華製 PC、中華、まあ、あの、アリエクスプレスなんですけど、あの、アリエクスプレスというその EC サイトが、 あの海外にあるんですがあの、中国にあるんですけど、あのそこで買うと、さまざまな方法で、えー、配送されてきます。今回は、えっ、ー、と、送り元はあの、要するに中国国内、香港みたいですけど、あの香港の中では、まずフェデックスに渡って、でそれから、えっ、ー、と、なんか飛行機に、 あの乗せる直前にですね何かあったのか知らないですけど、なんかログに記録、あのログが見れるんですけど、ログに記録されてるところを見ると、何かあって、フェデックスじゃなくて、フェデックスエクスプレスとかいうのに何か映されて <laughs>、で、フェデックスエクスプレスとして、えっと日本に入ってきて、これはまあ普通の通常のルートなのかもしれないです、あの航空便になるので、それで国内に入ってきて、えっと、大阪、 多分あの関空ですねあそこに来て、で、そこから、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、JP ですね、日本郵便の方に渡されて、で、うちにやってきたと。で、国内に入ってからどういうルートで来るのかっていうのは、割とバラバラでですね、今回、JP は初めてで、あの、フェレックスから来たものについて、JP に渡されたっていうパターンは初めてで、あとどこだったかな、佐川。 とフェデックス自身が持ってきたのは1回あったけどなんか1回だけでしたねっていうふうにねちょっと謎なんですよね物流がどういう基準でどういうふうに振り分けてるのかよく分かんない感じまあフェデックスはね多分国内はあんまりね、あのー、こう最大手ってわけじゃないので、あのー、結構あのコストがかかっから ここう、ま、のこういう、うのいんてうんです普通の業者じゃないあの人のところに配達物を届けるっていうのはコストが高いからあんまりやりたくないとかあるのかもしれないですね。わかんないですけど、適当です。<laughs> 適当にそういうことをあの妄想しながら、えーえー、届くのを待ってました。で、えー、と2台今、えー、と出しましたと。 で、えっ、ー、と、この2台は、えっ、ー、と、今回違うものです。えっ、ー、と、同じものではないです。が、なんか、表向きの箱は一緒ですね。ただ、なんか、こう、わかりますかね、なんか。こう、箱が、下側の箱はね、ちょっとなんか <laughs>、盛り上がってますね。あの、ちょっとむ無理あるんじゃないのみたいな。<laughs> これに入れるには無理があるんじゃないのまあ、ちょっと、じゃあ、1つ目を開けてみよう 見えてる、見えてるか。あ、そうそうそう。でね、その撮影環境をいろいろ工夫してると言っていたのの一つに、えっ、ー、と、カメラ二大体制みたいなことをちょっとやり始めていて、で、ちょっとね、えー、こうかな。こう。これどうだあ、映ったかな。こう、こういう感じ。で、 えっと、箱の中は、えー、見にくいお。こんな感じ。ちょっとわかりにくいか。こうかな。こんな感じで。で、えっ、ー、と、見ると、シリアル ATA の電源と、えっ、ー、と、ケーブルですね。これと、なんか、えっ、ー、と、これは HDMI のケーブルですね。それから、えー、電源ケーブル。で、 AC アダプターですね。これはなんかあれですね、あの、経験的には小さい方ですね。なんか割とコンパクトな感じです。大体いいね、ごついのばっかり来てたんですけど、よくよく考えてみたらあれですね、なんか、あの、早い CPU のやつとか電気食うんで、そういうのだとあのごつい AC アダプターにならざるを得ないと。この1台目のやつはね、あの今回後であの紹介しますけど、あの低消費電力の CPU なので、多分、 あの、AC アダプター、小さい。で、見ると12、12V のえっ、ー、と5アンペア 60W マックスって書いてありますね。ライトオンの製品みたいですけど、まあ、こんな、こんな小さくて 60W って本当かいなってす。<laughs> まあ、その辺、まあ、怪しさはちょっとあるんですけど、これ、ライトオンと書いてあるけど、本当にライトオンかみたいなね、その怪しさもありますしね。で、えっ、ー、と、えー、なんか、このコネクタの先は一般的な、あの、 なんか AC アダプターの,あの K, K はあのいろいろあのいくつか種類はあるんですけどまあなんか本当に特殊なやつではないあの普通の AC アダプターなのでまあぶっ壊れた暁には例えば秋月とかでえっ、ー、と代替品を探したらまあ見つかるかなっていう感じですねこれはあのブラケットですね多分下につけるみたいなやつですねそれからえっ、ー、と本体の方なんですけどこれですね こういう感じ。で、まあ、ちょっとかして。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、ツですね。わかりますかねこう、こういう。こうかこう,こういう感じですね。で、えっ、ー、と、なんか、アルミですね。一応、外側はアルミと鉄チちんかな。ちょっとわかんないですけど。 まあ、アルミです。で、えっ、ー、と、放熱フィンが切ってあります。これ、ファンレスですね。ファンレスの PC です。で、えっ、ー、と、IO のポートがこんな感じで、なんか LAN、LAN、えー、スピーカー、マイク、HDMI、EVGA、そして、えっ、ー、と、AC アダプターの口。まあ、ケンチントンロックとかついてますけどね。ものによってはこ、こちょっとなんか、この Wi-Fi のアンテナの部分に干渉すると、 ちょっとはまんないんじゃないかなっていう気がします。で、まあ、こんな感じで大きさがちょっと分かりにくいかもしれないですけど、えっ、ー、と、小型マウスがこのぐらいの大きさです。なんで、えっ、ー、と、このモデルは割と小さい感じですね。でですね、えっ、ー、と、ちょっと一旦これを横に置いといて。えー ね、配信、ほんとスムーズにやりたいんで、いろいろ頑張って整備してんですけど、ちっともう終わんない感じ。<laughs> すいませんね。適当な話で。えー、っと、うーん、こうかな、こうかな。こう。よし、いいか,かった。それでですね。 えっと、今見てもらったやつは、どういうやつかというとですね、これですね。まあ、その、アリエクスプレスという、その中国の EC サイトで買ったんですけど、まあ、それと、あの、見方は、簡単なあの使い方は後でまた説明しますけど、えっと、実際の物はこれですね。で、 えっと、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、商品があります。え、Core i7 4500U, Core i5 4200U, Core i3 4030みたいなのが選べますよ。ということで、えっ、ー、と、アリエクスプレスで、こう、なんか、金額の幅がこんな感じで書いてあって、これはまあ US ドルですね。で、えっ、ー、と、ここで、ま、大体選択肢があるので、これでこう選ぶわけですよ。例えば、 こう、Core i74610Y と 4GB の RAM と 64GB の SSD と Wi-Fi 付きみたいな感じで選びます。で、えっ、ー、と、まあ、こうやって選ぶと選択不能な項目はまあグレーアウトするので選べないということで、なんかお結構親切になってるじゃんと思うんですけど、まあ、あの、一番最初にご紹介する罠がここにあって、全く信用できないです。<laughs> というのは、<laughs> あのこれ、例えば今、えー、i74610Y と選んだら、ね、ノーラム、ノー HD、ノー Wi-Fi、つまりベアボーンですね。ベアボーンの選択肢はなくて、まあ、4ギガのラムと64ギガの SSD と Wi-Fi は最低限でも必要ということになってんですけど、これでね、オーダーかけるとですね、ないとか言われたりするんですよ。<laughs> ひどいんですよ。で、これよく見るとですね、 えっと、どれだったかなこうかあ、そうそうそう。これ、あ、ごめんなさい。こう。あ、違いました。違う。休憩では。ここに、えっ、ー、と、600ピースアベラブルって書いてある。<laughs> つまり600台はありますよと。これ、とんだ嘘です。<laughs> なので、あの、よしよし、なんか在庫あるし、これいいわと思って、オーダーすると、その後でですね、在庫ない。 とかだから他の CPU とか選べとか言われるわけですよ。これが第一の罠ですね。あの、えっ、ー、と、彼らとは中国語でやり取りする必要はないですけど、まあ少なくとも英語でないとちょっと難しいですね。なので、あのー、こういうようなトラブル、あのー、本当に注文して、オーダーしてそれ物があれば、もうあと発送するだけっていう状況なら、 あの向こうの人とそのダイレクトにそのまあチャットですけどあのメッセージのやり取りとかあの全くする必要なく例えばアマゾンで買う時のようにあのポチッとすればまあ数日後には届くみたいな状況になるんですけどまあ大体どうだろう半,半数ぐらいかな半数ぐらいは何らかの問題に巻き込まれる。 ので、まあ、ちょっと英語ができるといいんですけど、英語できないとちょっと敷居が高いかなっていう、その、あのー、まあ、あとでまたちょっと、あの、覚えてたら <laughs>、あの、説明しますけど、あの、トラブルのないこう、この商品ならトラブルなさそうだってものだったら、なんかもうボタン一発でもう、あとは、あの、カード番号入れて、決済して終わりみたいな。 ふうな流れにできるかなと思うんですけど、まぁ、あ、ちょっとその辺の見極めがあの必要かなっていうふうに思いますね。それからですね、えっ、ー、と、まぁ、あ、あとは、えっ、ー、と、ポイントとしてはここかな。この、えっ、ー、と、まあフリーシッピングトゥージャパンバイヤー DHL。DHL ってあの JP につながる方なんですけど、これ、これもね、 割といい加減で、あの、どこの業者を使うのかはいい加減です。あの、フリーシッピングと書いてあれば、あの、送料はかからないです。かからないというか、まあ、無効持ちっていうことですね。そこはいいんですけど、 あのどの業者で来るのかは先ほど説明したようにフェデックスと言いながら最終的には g p でやってきたりとかもうバラバラです。DHL のままやってくる時もあります。まあ DHL は JP で来るんですけど、とかまああの佐川とかに渡されたりとかいうような感じでバラバラなのでその辺もまあ心づもりはしておいた方が何で来るかはわかんないみたいなのは思っておいた方がいいかなと思ってます。 あとは、えー、とエスティミテッドデリバリー、まあ、要するに何日ぐらいかかるか、これは8から16日っていうふうに書いてありますけど、これもね、まあ、フェデックスとか DHL ならいいんですけど、その他の業者、特にあの、えー、とポスト、まあ、要するにあの郵便ですね、普通の,あのポストのサービスとか、あの,あの辺になると、ですね、もう1ヶ月とか平気でかかったりするし、追跡ができなかったりするので、発送しました。 ってなってからもう本当になんか忘れた頃になんかふとやってくるみたいなあるいは小物だとあのあの郵便受けにいつも前か <laughs> 忘れた頃に入ってるみたいなことはあのよくよくあります。それからえっ、ー、と僕はね失われたことはないんですけどなんか荷物がそ,そのルートだと要するに追跡できないので失われるっていうこともなんかあのよく聞きます。 なのであの、まあ、一番いいのはこういうふうに DHL または f e ッ e x みたいなその業者でもってフリーシッピングって書いてるのが、まあ、一番安心感は高いですよね。まあ、あとは大抵あの追加コストがかかってしまうんでそので要するに標準はポストでフリー。フリー フリーシッピングなんだけど、なんか業者を使う、そのフェ d ックスとか DHL とか選ぶってなると、途端になんか20ドルプラスとか30ドルプラスみたいになったりするので、まあその辺もなんかこう、なんか最終的にいくらぐらいになるのかみたいなのの判断の一つの目安になるかなというふうに思います。まあちょっと話長くなりましたけど、こんなわけで、えっ、ー、と今回、えっ、ー、と、一つ目のものについては、まあ実は、 この i74610 っていうのの、えっ、ー、と、ベアボーンタイプですね。今これもうないですけど、えっ、ー、と、ベアボーンタイプになります。ちなみに、あの、在庫ないやつはね、しばらくするとまた入ったりとかするんですけど、そのままフェードアウトしていくやつもあるし、先ほど言ったようにあるって言いながら、実は <laughs>、あの、オーダーをかけるとないみたいなのとか、まあ、あるいろいろパターンとしてはあります。で、えっ、ー、と、これのね、中を見ていくとですね、 まあなんかあの、なんていうんですか、その中華系の、その販売業者、卸売とかの業者が、そのアマゾンとかで、あの日本人向けに日本語で一応、なんかこう販売してるっていうのでも、見るとそうなんですけど、向こうの、こう、なんていうんですその EC サイトの特徴として、なんかもう非常に長い、非常に長い製品の説明、しかもなんか、 直接その製品と関係のないなんか説明とかがあのいっぱい入っているような感じですね。で、これも書いてあることがね、矛盾してたりするんですよね。例えば何かこの辺に、あの、なんか怖いなとか、何かいろいろ、これはなんかまた違う製品へのリンクなんであれですけど、なんか書いてあるのに下の方へよく行って、よくよく見てみるとそれは入っていないだとか。<laughs> なので、あの、おおらかさが必要です。<laughs> あの、来てみたら、なんか、これはどうしても欲しかったと思ってるものが入っていないとかいうようなことがあるんだったら、注文する前に、一応なんか、その店に、あの、メッセージをくれるので、それで念のため、これは必要だと思ってるんだけど、本当に含まれてるのか、間違いねえのか、みたいな感じで <laughs>、あの、確認はした方がいいかなと思います。まあね、この辺なんか、こう、ロゴとかね、 あのいろいろ載せとけばいいやみたいな感じであの、わーっと書いてある、ありますけど、まあその辺は全部スルーし,しておいていいと思います。<laughs> なので、えっ、ー、とまあこうやって見ていってですね、で、えっ、ー、と、筐体の写真とかもなんか合成だったりとか、なんかあの違う製品のやつがしれっと入っていったりとかするので、まあその辺はね、もし、 あの買,買ってみようかなと思ってる人がいたらま、まずは、いっぱいこのページをあの見てみて、どう違うのかみたいなのを比較してみるとあのいいと思います。あの面白いのは、同じあのその販売業者が、同じと思える製品のさっきの,あのバリエーションですね、CPU とかあのメモリとかのバリエーションなんか、ちょっとずつ違って、で、 同じ構成にしてもなんか微妙に値段が違ってたりもするんですよ。でこれは一体なんかどういう意図があるんかなってなんか日本でそういうものを買おうとすると絶対なんかこれ同額になるはずだろうとか思うんだけどどうもね彼らはねすごいアバウトでなんかあのちょっとずつその,じゃあの違うページで値段が違っててもあんまり気にしなくてとにかくそこでオーダーされた値段で まあ取引をすると。だから、同じ、全く同じ構成でも、なんか違うページで安いんだったら、まあそっちで、あの、注文を入れた方がいいですで。もね、ほんとね、超アバウト <laughs>。本当にアバウトです。で、まあ内容物とかね、この辺の説明もなんか見たりして、確認したりして、まあなんかあの、 えっと、電源とかね、僕一回もなんかこれでって指定したことはないんですけど、向こうもなんか一応日本からの注文って分かってるみたいなので、あの、ちゃんとあの、USA カナダで送ってきてくれます。あの、US、u s このプラグの形状がね、あの、他の国だと全然違うので刺さらないみたいになるんですけど、あの、えっと、USA であればとりあえず刺さるし、アダプターはまあ、今のやつはみんなね、あの、100ボルトから240ボルトまで、 あの全部対応しているので、まあ、その辺の心配はないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、えー、このミニ PC で、あの、えー、こう、付属品で気をつけなきゃいけないのは、SAT ケーブルかなこれですね。これがね、ついてるところとついてないところは、割と半々ぐらいであります。えっ、ー、と、これはね、えっ、ー、と、製品ごとにというよりは、その店ごとですね。 とある店はあの必ずついてくるけど、なんかとある店はなんか言わないとつけてくれないみたいなのがあるので、一応そこはね、確認しといた方がいいです。えっと、なんでかというとね、これ微妙に形状が、えっと、ちょっと待ってくださいね。これで、えっと、このなんか SATA の信号ケーブルはまあ一般的なケーブルなんで、まあ、日本国内でもあのサクッと手に入ると思うんですけど、電源ですね。 電源がこれなんですよこういう感じの,あのやつなので、これね、あのー、ついてこないとあの入手はあの非常に困難です。で、と別にあのそれで、えっと、困ることっていうのは、あの一応なんてうんです、業者にその S AT, AT ケーブルがなかったからこれくれって後から言えばあの無料で送って てくれましたあの僕がその注文したとあるところでは。でなんですけどやっぱり輸送費かかるしこんなあの小物だとねそのもちろんフェデックスじゃないですよ。DHL とかフェデックスじゃないのであの郵便になるのでもう本当に忘れた頃に届く。 あるいは届かないこともひょっとしたらあるのかもしれないですけど。なので、この SAT ケーブルはね、あの、注文時忘れないようにしといた方がいいと思います。仮に使わないとしても、後から増設したいとか思った時に多分困ると思うんで、なんか一緒に、あの、ちゃんと、あの、の入れてくださいっていうか、なんか、あの、もうそれが入ってるって分かってる業者で、えっ、ー、と、注文するという感じですかね。はい。 というわけで、この一台目のやつは、まあこんな感じ。で、えっ、ー、と、アリエクスプレスの,の URL は、えっ、ー、と、これですね。アリエクスプレス。あの、後で、えっ、ー、とあ、あの、この動画を上げたときに、あの、概要欄にリンクを貼っておきますけど、ここに来て最初にやることはですね、まあ、ちょっともう、あの、入っちゃってますけど、えっ、ー、と、ミニ PC と。ミニ PC。 というふうに、あの、入れてですね、こういうふうに。で、エンターと。すると、まあ、こういうのが出てくるんですよ。こう、<laughs> あの、クーポンですね。あの、3ドル安くなりますよ、みたいな。もう、3ドルぐらいいいわ、とか、思っちゃうので、もう、鬱陶しいだけだと思う僕は思ってるんですけど、あの、 ちまちまとなんかクーポンがあるので、そういうのを集めると、まあ、そこそこあの割引になるのかもしれないですね。その真剣に集めたことないんでわかんないですけど。で、えっ、ー、と、こういうふうにミニ PC で検索すると、本当にこの手の,あの PC がこのワ,ワンサとあの出てきます。もうピンキリです。本当にピンキリで。最近流行りなのは、この、なんか、この、これですね、これ。 これはちょっと持ってないですけど、ただこれ CPU がね、セーロン N410 なんとかなとか、まあ要するにしょぼいので <laughs>、ちょっと使い道は限られるかなと。これ多分なんか、あの、でっかい、なんだろう、うーん、あれかな、あの黒板、黒板消しが半分になったぐらいの大きさなのかなっていうような感じですね。で、まああの、今、あの、買っ こういうようなのに似たようなものとか、なんかちょっとだけサイズアップして、なんかいかついあのヒートシンクがあのついてるようなものですね。こういうようなものが、その、いっぱいあのいろんな業者から出てます。で、業者の見方が、えっ、ー、と、ここですね。えー、この下に今、あちょっとごめんなさい、わかりにくかった。こうか。この、このトップって、 これで言うとトップトンコンピューターストアとかトップトンオフィシャルストアとか後で説明この後すぐ説明しますけどトップトンオフィシャルストアとかあと、えー、チャッテリーオフィシャルストアとかベベ PC とかですねまあまあなんかもう本当にあの腐るほどありますでまあ今ちょうど あの出たので、えー、説明するとですねこのトップトンコンピューターストアそれからトップトンオフィシャルストアこれなんか同じ会社が別のなんかこうショップとして出してんのみたいな感じに思うじゃないですか違うんですよ <laughs> これがね違うんですよどういうことかというとですね あのー、まず、このトップトンオフィシャル、このトップトンだけで言うと、このトップトンオフィシャルストアという、えー、とこのショップというのは、えっ、ー、と、ちょっと拡大を戻,戻します、えー、とこかなどうもね、そのトップトンという名前のメーカーが、あの要するに PC、ミニ PC 作ってるメーカーがあって、で、えっ、ー、とー、 この会社が、その、オフィシャル、まあ、オフィシャルとついてるんでね。オフィシャルとして、その、ショップを、この、アリエクスプレスに出していると。なので、えっと、ここで買う PC は、その、トップトンが製造したものが、まあ、ダイレクトに、あの、販売されていると。いうことで、まあ、当然、それが一番いいですよね。その、値段は、あの、高いとか、ひょっとしたらあるのかもしれないですけど、 多分僕の感覚ではね、あまりに値段付けがアバウトなので、どこで買っても大して変わんないというか、あの、高かったり安かったり逆転してたりとかもうめちゃくちゃなので、あの、あんまりそういうのにとらわれずに安いところで買えばいいとは思うんですが、非常にあの、重要なポイントとしては、そういうあの、メーカーオフィシャルのあのあ、のショップから、 買ううっってていいいののはあのかかなななり重要じゃないかなと思っていますでじゃあさっき見たこのトップトンコンピューターストアとは一体何なんだということになるんですけどこれはですねあのえっとドロップシッピングっていうその販売形態というかですねそういうものがあの割とあの日本ではどうなんだろうあんまりなんか聞かない感じなんですけどあの 割と世界中のその EC サイトではあの普通に行われていてどういうことかというとそのこのトップとのオフィシャルストアの方がそのまあ、要するにあの卸売をあの直接やれるそういうなんかうまいこう受付の方法ができますよと。その えっと、ドロップシッピングっていう手法であの簡単にその注文とかがばけるようなシステムを我々は持っているのでそれを使ってあなたは今すぐ我々のミニ PC で商売ができますよみたいなことを言ってるわけですね。なのでそのとあるその今から俺もなんか EC サイトであの世界一を目指すみたいに思ってるような人たちがこういうようなそのオフィシャルのメーカーからそのドロップシッピングという形態で まあ要するにオフィシャルストアが売ってるミニ PC 製造してるミニ PC をうちの,その,あのショップで直接売ってるかのようにそのまあおろしてそのまま直接メーカーから発送させるみたいなそういうようなことをやるわけですねそれはあのドロップシッピングなんですけどもえっとなので今の例で言うとトップトーンオフィシャルストアは えーとトップトンのそのメーカーとしてのショップなんですけどダイレクトなショップなんですけどトップトンコンピュータストアは <laughs> 違うんですねドロップシッパーなんですよで、えー、とドロップシッパーを避けた方がいい理由はあの彼らはひょっとしてその大量買いすることで あのオフィシャルよりも安くその販売してることがひょっとしたらあるかもしれないですけどちょっとそのそれを除いて考えるとですねなんかトラブルがあった時にドロップシッパーはね動きがすごいあの遅いんですよでなんか知らない間にもうナーナーになってなんか落とさたなしみたいになったりするのでなのでねドロップシッパーはねちょっと避けた方がいいかなというふうに思っていますその見分け方はね 難しいですね <laughs> このトップトーンオフィシャルストアって書いてあるオフィシャルは本当にオフィシャルなのかって <laughs> なんか疑いを今もちょっと持ってたりするしね分かんないですよね何しろねあの写真を PC の写真を見ると同じように見えるものがなんか複数のその,あの,あのストアからあの一斉に販売されてたりするんですよ。 なのでね、一体誰がこれ作ってんだろうね、大元はみたいな。ほんとね、なんかよくわかんなかったりするんですよね。でさっき、あの、えっ、ー、と、見てもらった、あの、1台上の PC も、もうこれの側と全くそっくりの写真のものは、なんか至るところで売られているんですよ。 なのでね、えっと、ミニ PC で検索するとそういうのいっぱいヒットしてきて、ああ、どこでもなんか選びたい放題だと思うかもしれないですけど、その中から特にその製造に関わってる業者を特定するっていうのは、まあ、やっといた方がいいかなというふうに思います。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、いっぱいいっぱいはありますと。で、えっと、購入は、 あのまあ、アリエクスプレスからどうやって物を購入するかみたいなのを解説しているサイトは結構あるので、まあ、基本的には、まあ、我々日本人からするとクレジットカード一択ですね、ほぼ。他にもいくつか選択肢はあるんですけど、まあ、本当はね、ペイパルとかあると安心感が高いんですけど、ペイパルはね、なんかアリーでは扱えないので、なのでまあクレジットカード、カードマークを入力するしかないですね。今ととここ、ね、トラブルにななったことはないん ないんですけどあーカードを切り替えた時に1回だけなんかあの決済できないって言われた最初かなどしょっぱつの1回目なんか決済できないって言われてんでカード会社に電話してあその取引は大丈夫ですって連絡したら、まあ、それ以降は通るようになったのでまあカード会社の方もちょっとあの警戒してるっていうのはあるのかもしれないですね。 まあ一回あの連絡しとけば大丈夫かなとは思っています。はい。まあ決済して、あとは届くのを待つみたいな感じなので、えっと、まあ,ありでどうやってあのミニ PC を探すのかについては、まあ以上のような、まああと注意点ですね。注意点を抑えるところは、まあどんなところがあるのかっていうのは、まあこんな感じの話かなというふうに思いますと。で、えっと、じゃあ、うーん。 話を戻しますとですね。まあ多分、あの、長々と言ってても <laughs>、それで実際の PC はどうなんだっていうのを知りたいって人も、あ早く、早く先進めみ,みたいに思ってる人もいると思うので、まあちょっと続きをやっていきましょうかね。はい。というわけで、えっ、ー、と、最初のブツはこんな感じのものなんですが、えっ、ー、と、これ、あれですね。 えっと、ベアボーンです。なので、えーと、中身何もついていない感じなので、まずは蓋を開けて、中がどうなっているのかを紹介しながら、えっ、ー、と、メモリとか足りないものを、えー、追加していきますかね。これ、これについて言うと、えっ、ー、と、底面のネジ4本を普通にプラスドライバーで えー、取ってもらって、で、蓋を開けますと。こういう感じですね。まあ、蓋はこんな、こんなこんなです。で、中身はこんな感じですね。ちょっと上上げてみようかな。こういう感じありますかね。なんか、あの、ボタンレンチとかね、 なんか、リチウムイオンって、なんかカタカナで書いてる。もういかにも怪しいとかいうやつがあったりして、あれ、なんかちょっと面白いんですけど、残念ながら今入ってるやつは、なんか普通っぽい感じですね。で、えっと、スピーカーが付いていない。それから、えっと、これがシリアル ATA かな。あ、だ、MSATA ですね。 あの、モジュールタイプの、今から言えますけど、まあ、それを指す場所。それから、ここはもう一つ、あの、ミニ PCI の、あの、PCI の、えー、コネクタがついていて、ここは、あの、Wi-Fi のモジュールが入るような感じです。えっ、ー、と、ベアボーンなんで、えっ、ー、と、Wi-Fi のモジュールなくて、えっ、ー、と、アンテナについても、えっ、ー、と、ベアボーンで買うと、大抵このアンテナコネクタと、それからそこから伸びるこのケーブルですね。えっ、ー、と、 これか。これは、えっと、ついてなかったりします。なので、えっと、注文時にこれだけつけてくれとか言うと、なんかこのページからなんか5ドルとか入れてくれとか言われるので <laughs>、そのページに行って、その5ドルをあの加えて、で、決済するとつけてくれたりとかします。で、 えっと、あと、これがさっきのシリアル ATA のコネクタで、それからその電源ですね。ここにあります。で、あと、これがメモリですね。まあ、こんな感じで至ってシンプルで、えっ、ー、と、見た感じ CPU ないけど、どこにあるのみたいな話なんですけど、まあ、基板の裏側におそらくあって、この表面の,あのヒートシンクですね。 の代わりになるように、まあ、そこに、あの、こう、ダイレクトに熱を逃がすような感じになってんじゃないかなと、ばらしたことないですけど、まあ、そんな風になってんじゃないかなと思います。位置的には、なんかここに4つの穴があるから、多分ここの裏ぐらいですかね。はい。で、まあ、USB が、まあ、こんな感じで、あと電源ですね。えまあ、大抵 LED がね、こう電源 LED、ここについてるんですけど、まあ、見にくいんですよね。上向いてる。 <laughs> 穴はね、ちょっとわかるかな。ここ,こに相いてはいるんですけど、LED が上向いてる関係で、あの、電源入ってるのかどうかはちょっと見にくい感じです。まあ、QC パスとかいうシールが貼ってあるけど、果たしてるみたいな感じですね。はい。こんな感じです。 で、えっ、ー、と、まあ、今回は、えっ、ー、と、Wi-Fi はつけません。えっ、ー、と、Wi-Fi はですね、勘違いしてる人いるかもしれないですけど、えっ、ー、と、まあ、インテルの Wi-Fi モジュールとか、ブロードコムとかのは、大抵、あの、えっ、ー、と、テレックですね。あの、いわゆる義的ですけど、の認証等って言いますけど、義的の認証を、あの、使うという前提で、ね、全体的に有効になるのは、アンテナも含めてなんですよ。 なので、まあ、この状況では、えっ、ー、と、ここは Wi-Fi モジュールに、その、議的の通ったモジュールをつけたところで、まあ、多分だめですね。なので、まあ、そういうのは、あの、ちょっと前に、総務省がなんか頑張って、あの、オンラインで、その、えっ、ー、と、議敵の仮利用みたいなの申請できるようにしたみたいなので、あのどうしてもっていうんであれば、まあ、あのそこで申請するって方法もあります。 まあ今回は、あの、つけないです。あの、えっと、家の中で使うので、あの、優先ンがあれば別にいいや、みたいな感じなので、つけないです。で、えっと、あ、ポイントがありますね。えっと、中華 PC。えっと、これ、ベアボーン。なんでベアボーンにしたのかという理由なんですけれども、あの、先ほど見てもらった通り、アリエクスプレスで注文するときに SSD とかメモリの注文はできますが、 まあ一部の人は知ってるかもしれないですけども、もうメモリとね、SSD のフラッシュのチップですね。これをその偽物にすげ替えて平然と売ってたりするわけですよ。で、彼らの、特にそのオフィシャルの,そのメーカーのサイトで、そういう怪し,怪しげなものを扱ってるかどうかというのは、ちょっとよくわからない未知数ですね。 で、えっ、ー、と、ベアボーンが選択できなかった時に買ったモジュールが、えっ、ー、と、SSD についてはあって、これですね。これはあの、なんか Amazon でも一応同じものが売ってるかなどこのメーカーだったっけえっ、ー、と、こうか。どこだったっけなえっ、ー、と、わからない。<laughs> どうかメジャーの方だったような気がするけど。で、えっ、ー、と、ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、えっ、ー、と、フラッシュのチップは、なんかアイマークが入ってるので、インテルっぽい感じ <laughs> ですね。僕はもう非常に怪しいと思ってるんですけど。っていう感じで、えっ、ー、と、向こうではね、そのなんかもう、かつては、あの、こういうチップの 特に BGA の張り替えとかね、ありえないと思ってたんですけど、も、最近ね、彼らね、すごいんですよね、そういうのやるんですよね。それで、なんか、その質の高いあのチップは高値で売れるので、チップだけを売って、で、もうここにもうどうしようもない、なんか安物とか、あるいは不良品のものを <laughs>、なんかもう、こうへあのもう一度 BGA とかで判断付けして、売ってたりとか、平気でするんですよ。 で、えっと、おそらく、まあ,あの、善意として信じたいのはその、メーカー直販のものについては、そういう偽物が入らないように、彼らも気をつけていると信じたいんだけれども、まあ、何しろね、再販業者からして怪しいので、そのメモリとかね、お,お,ろ,おろしてる業者ですね、おろしてる業者も怪しいので。 まあ彼らが意図せずそういうのを掴んでいる可能性もあるかなっていうことを考えると、まあとにかくね、あの、向こうからやってくるものに SSD とかメモリとかつけてもらってももうなんかあんまり使う気が起きないということがあり、えっ、ー、と、まあ、これはあの、プルシャルのメモリですね。これとか、それからこれは、 えっと、サムソンの、えー、850A5 という m s t a の,あの、えー、SSD なんですけど、まあこれはあの一応国内で調達してます。で、えっ、ー、と、アマゾンでね、買うのが、まあやっぱり、あの、アマゾンでアマゾン売りのものを買うのがやっぱり一番安心感が高いですね。でなんですけど、非常に残念なことに、 まあこれもあの購入のポイントにし,あのしてもらえたらなと思うんですけど、アマゾンで売っていたあの鉄板の,そのサムソンの860エボかなが生産終了してしまったんですね。なので、もう MSATA の大容量のものはもうもはや手に入らないですよ。僕、一応なんかもし なんか再販の可能性があった時のことを考えて、一応ね、ノーティフィケーション入れてるんですけど、もう何も通じないです。これ、終わったのが今年の3月ぐらいだったかな。突然終わったんですよ。で、僕、カートに後で、後で買うに入れといたんですけど、もうめちゃくちゃ後悔。<laughs> もう、もう本当に手に入らなくて、もうそれ知った瞬間に、わーと思って、もういろんな EC サイトを見て回ったんですよ、世界中の。 もうダメですね。全くないです。で、あの、eBay とかで、めっちゃ、あの、店売ヤーが、めっちゃ高額で、あの、3倍ぐらいの値段つけて売ってたりするので、本当に残念ですけど。なのであのの、あの、今ね、この右、あの、MSATA の SSD を搭載する、こういうベアボーンですね。これを買うのはね、ちょっと微妙なんですよ。そういう理由で。 なので、今買うとすると、あのまあやっぱり NVMe とかでね、NVMe の,の SSD もちょっともう入手難になり始めているので、ちょっとおすすめできないですけど、そういうのを買った方がいいんだけども、そうなるともう必然的に CPU のグレードがすごい上がってしまうので、やっぱりちょっと高額になってくるっていうのもあるので、まあ、ちょっと難しいところですね、選択肢がね。あとは、 あのトランセンドが256ギガまでは出してますね。まだ買えます。ので、まあ、256ギガで、あとはなんか、シリアル ATA のそのケーブルをここから生やして、あのいわゆる2.5インチの普通の SSD ですね。ああいうのを乗せてお茶を濁すっていうので良ければ、まあそういう選択肢もあります。まあそういうわけで、とりあえず、えっ、ー、と、この SSD を乗せていきましょうかな。8 4 0 e エボはここですね。 えこういうふうに刺します。で、えっ、ー、と、なんでか知らないけど、ネジがついていなかったので、しょうがないので手持ちのネジで止めます。こんな感じですね。まあ簡単ですね。それから、えっ、ー、と、メモリですね。メモリも、えっ、ー、と、ここに溝があるので、えっ、ー、と、溝を、溝に合うような感じで、 刺して止めます以上です。簡単ですね。で、えっ、ー、と、こいつが、えっ、ー、と、この、あの、Wi-Fi ですね。Wi-Fi のアンテナの先は、あの、こう、金属なってるので、コネクター部分が。これ、どっか接触して、あの、ショートするといけないので、そういうのはないように、一応、ちょっと、なんか、うまい具合にまとめておいた方がいい。まあ難しいですね。なんか、あの、 テープとかで巻いといた方がいいのかもしれないですね。まあ、それかもう外してしまうとかいう方法もある。難しいね <laughs>。まあ、こんな感じですかね。はい。以上かな他に、まあ、 あの、シンプルなんで、これ、物が。<laughs> シンプルなんで、まあ、あまりやることもないかみたいな感じですね。ちょっと、僕は、あの、こういうの、特にこの CRATA の電源とかは、あの、代替えがないと困るので、なくすといけないので、一緒にもうつけて、この中に入れておこうかな。 りまあこいつもせっかく専用のやつこさしておきましょうか、ね、まあこういう感じですかねだんだん面倒くさくなってきはいこれでえっ、ー、と蓋を閉めます ネジはこれ以上ついてなかったんですけど、ここに、えー、2.5インチの SSD を止めるための、えっ、ー、と、皿ネジをあの、皿ネジの穴が切ってあるので、その2.5インチの SSD を増設する場合は、まあ、このネジで止めてもらえばいい OK といううですね。ちょっともう一回、えー、もう一回ちょっと変えるかな。うん、どこか。 今回買った、今見てもらったやつ、組み立てで見てもらったのは、この、えっと、コア i74610Y4500YDDR3L って書いてありますね。4610Y か 4500Y か、一体どっちやねんと <laughs>。この辺もアバウトなんですよね。で、しかもですよ。しかも、あの、これ、 なんか、しれっとね、あの聞、聞かないと、このシリーズのどれかみたいになるんですよ。まあ、さすがにね、コアアイ7って言っておいて、コア,アイさんが入ってるとか、そういうことは今んとこなかったですけど、このコアアイ7の、この 4500Y って書いてあるじゃないですか。だからか、彼らの感覚からすると、このなんか 4500Y のシリーズのどれかなら、どれでもいいって勝手に思っている。ので、ね、 これ 4610Y と書いてあるけど、なんか違う Y 型番の、その要するに4500番台とか4600番台の別物が来たりとか、とたまにします。はい。今んとこ、その5台持ってる、五台買ったうちの2台はそうでしたね。微妙に違う。<laughs> でね、かもね、かも驚いたことにですね、インテルの、あの、スペックシートですね。スペックシートってインテルのサイトで、 あのー、確認できるんですけど、4500枠ってないんですでね、あの、聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、中華 PC には、あのー、CPU に ES 品のものが混じってるとかいう噂があるんですよね。でね、実は僕それ1台持ってるんですよ。<laughs> えっと、型は忘れちゃったけど、確かフィフスゼンなんで、あの、5000番台の U なんですけど、なんかね、 CPUZ で見ると、5000ナンバーのかっこ ES って。<laughs> ES かよ、これって。もうね、本当に、それはあのトップトンではないですね。それはね、アマゾンで買ったやつなんですよ。で、えっ、ー、と、もう本当に、もうア、アバウト、極まりない。例えばですね、えー、ここで、アマゾンで、アマゾンでもミニ PC で検索すると、 まあ今見てもらったやつのなんかいくつかのものが出たりします。ここに今なんかちょっと出てますね。えっ、ー、と、セレロン 4250U だとか、コア i58255U とか,か出てますね。この辺はあの、まあ、国産というかまあ出る,出るとか HP とかですけど、なんか下の方へ見ていくと、なんか聞いたことないメーカーの BMAX とかミニズフォーラムとか、 この辺をね、なんか、あのー、えっ、ー、と、アリエクスプレスでミニ PC で筐体探していくと、まあ、こういうと、まあ、まんまあ一緒だなとかいうようなのが出てきたりするので、値段を比較してみると面白いかもしれないですね。あの、アマゾン仕様 JP で売られているのはめちゃくちゃ高いです。<laughs> ものすごい盛られてます。まあ、それでもね、あのー、なんだっけ、アマゾンの在庫 あのなん,ていうんですか倉庫に預けてあってそこから発送されるものについては即返品が効くのでまあどうしても安心感が欲しいとか返品したい時に困るっていうことだとまあそのなんか高いのを飲んでアマゾンから買うっていう方法もありますまあそれもありかなと思いますまあ最初ね僕も買うときはコアコアと買ったのでまあもう絶対アマゾンで買うと思って買ったんですけど ES 品であること以外は問題なかった ES <laughs> だからなんか動作がおかしかったかというとまあそういうこともなかったんですけどねまああの ES なんでねあの全ての機能についてあのインテル保証もちろん保証なんてないのであの全ての機能がちゃんと正しく動くということもあのもちろんあの補助してるわけじゃないので何かの表紙がおかしくなったりとかいうことはあるのかもしれないですけど、まあ、今のところ何ともない感じですね。 まあ、それをどう捉えるかは、あの、皆さんに、あの、お任せします。はい。というわけで、あこれ見ましたね。こ,この、なんか見たような感じの。まあい、あの、アマゾンからも買おうと思えば買えます。という。